どうも、エアコン屋のデラ君です。まあ、今日は、まあ、雑談みたいな形で、やっていこうかなと思います。休みの日何してんのなんてよく聞かれることあって、お客さんにもですね聞かれることあって、まあお客さんというかその、まあ、いきなりに初めて会ったお客さんにということじゃなくて元請けさんとかですけどね、毎日ほらお仕事いただいてる元請けさんとかに仲良くなってくると、休みって何してんのなんて、で結構休みってこう毎日毎週毎週決まってるわけじゃないんですよ。日曜日っていうわけじゃなくて、一般のお客さんってやっぱ日曜日が休みだから逆に工事に来てくれっていうお客さんもいるんで、日曜日は出て代わりに水曜日とか火曜日とか、あと今日は夜勤あるから平日の昼間も休みとか、そういうのが多いんですけど、休みの日何してますかって言われたら、まあ、基本ですよ。基本俺の場合ですけど、基本はまず寝てます。ほぼ寝てます。日曜日はい休みでしたなんてなったら、土曜日の夜お家帰って少しいつもよりは夜更かしして、朝バーって朝になって、俺は日曜日は昼過ぎぐらいまでは寝てます。そのなんて言うんだろう、ちょっと起きてあーってまた寝るとかじゃなくて、もう本当にもう起きもせず寝てます。一切起きないで寝てます。それはね多分しょうがないね、これは俺だけだと思います。うちの会社でもなんかね、みんな休みの日でも目覚めるとか、6時ぐらいに1回目覚めるとか、言うんですけどね、俺は覚めないですね。このままいつまでもいけんじゃねえかっていうぐらい寝ますね。前回で12時ぐらい過ぎてくると寝るのに飽きてくるか、もしくはすごくトイレに行きたくなって起きてして、まあ起きてしまうと一回歩いてしまうとね、やっぱりどれって体も起きちゃって、何してるかな、まあ携帯は見ますね。仕事の携帯とか見ます。日曜日はないっすけど、平日とかだと結構着信入ってたりとか仕事のメール入ってたりっていうのはありますね。それにこう返信したりとかして、電話かけたりとかして、そうなのかな、休みだから特段何かするっていうわけではないんですけどね。2日間3日間連チャンでっていうお休みもあんまり、こういう職業からね、大きい大型の連休とかしかないんで、どっか行くかではならないですよね、俺ね。12時過ぎに起きといてどっか行くかもそのないんで、家にあといるかな、ほぼ。早めの時間からお酒飲んじゃったりとかねして、したりもします。用事を入れたら入れたでね、その日緊急で仕事になったりもするんですよ。なんかね、なんか恨みでもあんのかなっていうぐらいね、この日十何日は仕事休みで朝からどっか行こうと、まあ、例えば釣りに行こうなんてさ決めてた日には、なんでか知んないけどその2日前ぐらいにね、お客さんがこの日でなんて言ってその十何日を指定されちゃったりするんで、だからもうねやめたんですよ、そういう予定入れんのは。朝からここ行ってここ行ってとかって計画するのはやめました。はい、疲れちゃうんでね。ダメってなった時の気持ちの下がり具合とか、で実際に何もなくてこう行けた時もその頭の中で結構計画するタイプなんで、その通りにこう行くようになってこう気張っちゃうんですよね、どっちにしろね。なんでまああんまりこう行き当たりばったりの休みの方がいいのかななんていう気持ちで俺は休みを楽しんでます。はい、周りの人はちょっと分かんないですけどね、今度別の人でもそういう動画上げれたら面白いかなって思います。あとよく言われるのが方言の話、まあ東北なんでここ結構、まあ、もうほんと北に登れば登るほど訛りって結構強いんですよ。実際に宮城の中でもかなり北の方上の方行って気仙沼のあたりとか行ったりとかするともうおっって思うぐらいのほんと言葉結構出てくるんで、で自分は出身はまあ市内じゃないんですけどちょっとね離れたところで古川なんていうところ出身で、
で、小学校入る、まあ、小学校2年生ぐらいまでずっと気仙沼に住んでて、もうかなり北の方ですね。あまりすごい環境で育って、で、まあ、小学校の半ばぐらいから高校生、大学生ぐらいまでは仙台の方に来て、まあ、仙台の方まで来るとやっぱ訛りって結構少ないんですよね。うん、でもその田舎の方っていうか、その北の方とかね、市から仙台市から結構離れた方行くと訛りは結構出てきて、中にはほらご依頼、うちのエリアはもう宮城県全般行くんで、ご依頼のお電話なんかでね、気仙沼の方とか来た時やっぱり訛りですごくお話しされるっていうのもあって、まあでもおごろは全然聞き取れるんで大丈夫なんですけど、訛りどうなんですかね。あんまり強い人に言われたことはないんですけど、それはまああくまで東北で生きてるからであって、東京の方とかそっち方面の方が来られた時はやっぱり訛ってるって言われるのかな。どうでしょうね。あ、まあまあ皆さん見ていただいて、うわこの人訛り強いなとか思うかどうかなんだと思いますけど、イメージ的にはあんまり私は訛ってない方だと思ってますでもどうでしょうね、仙台特有の、それこそね、どっかのアニメとかで仙台にね、人がダッチャーとか、うん、言ってましたけど、あといきなりとかね、うん、よく聞くっすね、いきなりって。いきなりっていう言葉もあるから、そっちの方面のね、関西の人とか関東の人とかと喋ってて、いやー今日いきなり雨降ってさーって言うと、まあ、2種類意味あるんですよ。いきなり雨降りって、え、何急に降ってきたのって、すごい快晴だったのにブワーって急に降ってきたっていう、いきなりっていう、まあ普通はその使い方なんですよね。急にっていう使い方じゃないですか、いきなりって。こっちの人ってこう、なんだろうな、いきなりっていうのをどういう風に言ってばいいんだろう。例えばよく使うのだと、いや、いきなりうるさいとか、とってもだね、とってもっていう意味で使うことがね、多いんですよ、こっちの人。遠くなのかな、仙台の人なのかわかんないですけど、うわ、なんで今日いきなりうるさいねとか、うわ、今日いきなり雪降りそうだねとか、いきなり雪降るって違うんですよ。2秒経ったら雪とかそういうんじゃなくて、とっても降りそうだねっていう感じで使うんですよ。おお、なん今日とてつもなく降りそうな天気だな、これは、この雲の感じはっていうのを、いきなり雪降りそうとかって使うんですけど、でもそういうのを東京の人が聞くとびっくりしますよね。いきなり、え、そんな、え、それもう何、ちょっと上の方にチラチラもうすでに見えててこう来んのみたいな、いきなりぶつかるとか、そういう感じじゃないですか、いきなりって。そういうところは面白いなと思うんですけどね。同じ言葉でそういう使い方もするんですよ。ちなみに俺らも、いや、いきなり角から飛び出してきてとか、いきなり車が出てきてっていう使い方もするんですけど、そういう使い方じゃないいきなりっていうのもあるんで、それはとってもっていう意味でね、それは確かにこう言われて、あ、そうなんだって、これ方言なんだって気づくのもあって面白いですね。方言って奥深いっすよね、本当ね。でもどうでしょう、その東京の人とか、まあ俺はないですよ、結構よく東京の人は関東の人の喋り方に憧れるとか、方言がないのに憧れるとか言うんですけど、俺は方言ってすごいその魅力的だと思いますけどね。うん、だってまあ俺は自分で方言があんま出てないって自負してるんで、出てないと思ってるから、方言の世界で育ってきた中でも標準語を使えるじゃないですか、使おうと思えば、ね、でも東京の人がいきなり、あ、まだいきなりって言っちゃったね、東京の人がね、急に仙台の方言を喋れって言われるのは無理でしょ、東北弁喋ってみてっていうのは。言おうと思えば言えますからね、こっちはね。だからなんでその方言じゃない標準語に憧れるっていう、これはまあ個人差あるんでしょうね。俺は好きですけどね、訛りは。訛りがある女の子の方がなんか魅力的に映りますけどねまあそんなのどうでもいいと思うんですけどはい、まあ今日はこんな感じですかね。雑談で、休みの日何してるのかっていうのと、あと最近よく聞いたのが方言の話ちょっとしてみました。はい、またお会いしましょう。どうも。